皆様こんにちは、まなみです。今回の動画はですね、こちらのコーセーのメイクキープミスト仕上げ用ローションをレビューしていきたいと思います。でこちらが 80ml 入っていて、お値段が1320円の商品です。こちらは汗、水、皮脂を弾いてくれて、なおかつ保湿してくれる商品らしいんですけど、つけた感覚は本当に水みたいな感じで、特に突っ張ったり逆にすごく保湿されているっていう感じもなかったので、私的にはつけ心地は軽くてすごく気に入りました。香りはフレッシュフローラルの香りって書いてあったんですけど、私が嗅いだ感じではローズの香りがしました。なので匂いに敏感な方はちょっと注意が必要かもしれませんが、私は顔にのせたら匂いも気にならなくなりました。マスクのこすれに強いのかについては特に記載はなかったんですけど、一応公式サイトにハッシュタグマスクメイクって記載されていたので検証していきたいと思います。こちらの商品は8時間キープって書いてあったので、3時間後、5時間後、8時間後を検証していきます。まずは10回ほど振ってから顔から15センチほど離して5、6プッシュしていきます。細かい霧状になって出てくるタイプなので、そのまま顔には一切触れずに乾かしていくとメイクがキープされる商品です。こちらがスプレーを振りかけた直後の動画です。ちなみにメイクはファンデーションの耐久動画とも比較していただけるかなと思ったので、ほとんど同じものを使用しています。一つだけ違うのが、セザンヌの皮脂テカリ防止下地がピンクベージュを使って、あとは同じメディアのクリームリキッドファンデーション OCC1 番と、仕上げにチャコットのエンリッチングパウダーオークル01番を使用しています。でスプレーをかけて乾かすと特にテカったりっていうことは私は感じなかったです。こちらが3時間後の動画で、室内にいてマスクもつけていなかったので全く変わらないかなと思います。この日は夜に少しだけ外出する予定があったのでマスクをつけるんですけど、一応部屋の中でもやっておこうと思ってこの後マスクをつけ始めました。はい、部屋の中にいるんですけどマスクをつけたので、これからちょっと時間経過を見ていきたいなと思います。はい、こちらが5時間後ですね。マスクの跡が少しついてきているのと、鼻の頭のファンデーションが剥げてきているなっていう感じです。顎のところもちょっと剥げてきているので、特にマスクに当たる場所はあまり効果が見えないかなっていう印象でした。ほうれい線も少し目立ってきた感じがします。こちら8時間後の動画で、いつも通りおでこは全然変わらないんですけど、頬のあたりとかがテカっていて、ほうれい線のシワも5時間後の動画よりも目立ってきている感じがします。肌の赤みも見えてきていますが、このミストをつけない時よりかはファンデーションの剥げ方と揺れ方が少しだけマシになっている気がするかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今からマスクの中をお見せするので、ちょっと見たくないっていう方は動画を10秒ぐらいスキップしていただけたらなと思うんですけど、こういう感じで、あとちょっとここの紐のところにもファンデーションがついたかなっていう感じでした。はい、なのでこちらの商品はまあ少しだけ、本当に少しだけなんですけど、持ちがちょっと良くなったかなっていう感じはありました。でもまあすごい劇的に良くしてくれるっていうものではないので、他の商品も試してみたいなと思います。はい、それではここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価とコメントを残していただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。